どうもこんにちは、ダルと申します。今日もよろしくお願いします。では今回もマリオカートをやっていきたいと思うんでございますが、今ね夜の12時10分ということで、やっぱやってる人少ないのかね。5人しか入ってないんだよねきっと、まあ、なんでまあ雑談しながらやっていこうかなって感じです。全然コイン取れなかった。まあ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 のんびりいきましょう。レート帯は全然一緒な感じの人たちなんで。うわー、俺も当たっちゃった。前見てなかった。俺か、そうだね。そんなこれで俺がビリなんですよね。5人しかいないから。よいしょ。さあマリカーもね、結構僕の見てくれているリスナーさんっていうのかなまあ、先輩やら、まあ、この前友達にも、ね、マリカーの方がおもろいよって言われてそんなこと言うなよと。そして俺はぶつかおい、ちょなんでやねんさあ使っていく。やばい、だいぶ遅れとってんな俺。よいしょ。さあここでキラーも使っていく。すぐ追いついちゃったりしね。はい、どつ、おお、君どつけないか。この部屋で1位は取っていきたい。だから打開するには全然ありだよね、この順位で。おー、使って使って、なんでなんで、え、俺使ったよな俺今。意味が分かんないんですけど。よいしょ。ここはで一気に使って期待と、オッケー、まあまあ2位ならいいんじゃないですか。え、やばい、3位になって、おぶのぶの2位だ。なんだこのぬるゲーはよ5人しかおらんて何ちょっとじゃあ人が集まるまで勝ちます。さあ桃缶ですね。あ、やべ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 、あぶね、なんか変なサイト開いてたまあ雑談ということで何喋っていこうかな。メモ帳結構ね、特に普段ね何かあったら、何か面白いことあったらメモ帳に書くように癖をつけたんですよね。こういう時に雑談できるようにね。ちょっとそういうのを紹介していきたいなと思ってたんだけど、あ、危ねえ。いや、ちょっと重大なことを思い、重大なことが分かってね、メモ帳見れないと、集中してるとねダメじゃんと。当てていく。ナイス、俺うますぎ、マジナイス偏差打ちだね。はいはいはい、ここの後もケアもできていると。あ、やっべ取れねえ。ナイススナイプだったわ。ちょっと Wii のようにね、連続してドリフトが切りづらいんですよね。1位早そうそうで、おお、結構、うわ、エグ、お前マジ許さんからな。 Tinder シロピー、はい、狙います。よいしょ、はい、低空で切っていける。君面白い声出すね、ヒーハーって。はい、一発、なる、一発、うわ無理か。チスターか。ちょっとまず使わずに、よいしょ、ここで使っていこうか。 100cc とかじゃないよな。うわー、ニコドリしてきたかったけど、やべえ、これ5位じゃん。こんな人が少ない中で結果ビリじゃん俺。さあ部屋変えてきました。今回世界の皆様と戦っていく感じですね。ここの方がね、やっぱ世界の人たちだと今多分朝方昼方なのかな、ちょっと分かんないんだけど、やっぱ結構いますよね。さあでは、まあ、雑談しながら走っていく感じにはなっていくんですけど、まあ、僕のメモに何か書いてあることを、まあ、一番上から話していくわ。なんかね、僕のメモにね、おばあちゃんとトランプって書いてあるんですよ。だいぶ昔の話だよなと思って、これもう2ヶ月くらい前になるのかな。僕介護職の仕事をやってまして、でそうそう、トランプをやったんですよ。でそれでね、ただババ抜きでおばあちゃんたちをボコボコにしていくっていうだけの話なんだけど、
まあでもね、それでもね、やっぱりね、おばあちゃんたちってバブ抜きできるもんで、結構強いんですよ。またやっていくか。そう、ボコボコにしていこうかなと思ったんだけど、普通に負けて、ちょっと悔しかったんですよね。やっぱり認知症の人たちと最近普通にね僕過ごしてるんですけど、もうやっぱね元は賢いからできちゃうんだよね。記憶がババ抜きができるっていう記憶があるだけで全然そういうのできちゃう。うっわからすごいよね。なんか認知症ってまた深いよねっていうお話でした。広げれねー。なんでおばあちゃんとババ抜きしただけで俺面白い話できると思ったんだろうか。ちょっとそこが謎なんだけど。よいしょ、はい、じゃあ入れていく。こんなこと話してるとまだ7位だってね、ちょっとまずいね。ここなんとかして、うわーガチか。ここでこのサンダーはまあ無理だったんで当たらずに行って、まあ、全然打開できる位置ではあるけど、うわアイテムが少ねえな。ニコトリは確実にしていきたいけど無理か。お前ナース取ってきたな。ボムヘイ落としていこうか。後ろ来させないようにしていこう。アップできれ取れ、オッケーです。前のヨッシーが取れてない。え、取れてんじゃん。ここしっかりと、うわーマジか。オッケーです、うまい。4位か。ああまあまあまあいいんじゃない。雑談しながらで4位はいいんじゃないですか。オッケーオッケー。まあ6200か。レート1万まで早く来てんだけどな。では次のレースまでカットします。さあネイチャーロード 150cc でございます。最近ずっとさ、このミニロゼッタとこのバイクを使ってるんだけど、やっぱり、ね、走りやすいね。さあ行きましょう。まあぶつかっていけないか。ぶつかって加速していって一番端取っていく。まずコインを集める練習をしていかないとね、効率よく加速させていかないと。このカート自体をまだ2枚しか取れないんだよね。はい、取って、あ取れないか。よっとキノコね。このキノコを有効的に使っていきたいな。よいしょ、逆に切っちゃう。まあまあ全然大丈夫。ここ J 入れたらね、とんでもないことになっちゃうんで。よいしょ、ニコ取りできた。熱い。よいしょよいしょ。裏キノさんか。熱いねそれは。待って、まずいんじゃない。ちょいちょいちょい、下手にショートカットしようとしちゃったせいだよ。うっあっぶねー。俺ケツか。わしがケツかい。まあよいしょ。はい、コイン取れない。1枚欲しい。取れないか。ここアイテム交換していこう。キノコ持ってスター持っちゃって、何を持ってるか君わかんないね。次のアイテム交換でスター使っていきたいんだけど。よし、え取れない、最悪。マジか、伸ばした意味ないじゃん。ここでよいしょ。あーコイン欲しかった。何持ってるかわかんないね。よいしょ、3枚しか持ってないのか俺。ちゃんと使っていきたいな。やばい、危ねえ。よいしょ、オッケー。ここいいタイミングで使えた気がする。3だ、俺持っちゃうんだ。気持ちいい。ここでアイテム交換して、よいしょよいしょ。うわっフラ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 。ここで切って、ナイスなんじゃないそれ。熱いんじゃないで、絶対何持ってない。3位、はい、死んでる、ナイス。2位か。ピュー、GG。 使い方うまかったね今赤コールではご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。